いや秋高田市でしたっけ ?3 万人のあの、ところをね、3万人の市長さえあんたあの途中で放り投げてですね。で、何かやったかって、私も一応調べてみたんですよ。この人、何かやったのかなと思って調べたら何もやってなかったというですね。いや、だから交通インフラで、秋高田市の交通インフラを整えたとかね、そういうのがあるんだったらわかるけど、何もやってないんですよ。3万人しかいないですね。 その町でさ職を全うできなかったのに、1億2000万のうちの1400万人がいるね。この首都東京で何やる気だよというですね。何せ維新は支持するわね。上野千鶴子を尊敬するわですね。もう狂ってるとしか思えないんですよね。維新ですよ。日本を腐らせる維新が石丸電機ですから。何度も言うけれどもね。何度も言うけれども、3万人の秋高田市を 何もできなかった男ですよ。途中で放り投げたんですよ。冗談じゃないわ。あの、市長やめたってやめて、で、東京都知事選に出てるんでしょ地元の話あなたたち知ってる地元ではね、市長が途中で放り投げたもんだから混乱してるんですよ。で、それで、例えば後釜を決めてとかね、新しく市議会になる人間、市議会議員になる人間の面倒を見るとかだったらわかるけれども、んなこと何もやらないで勝手に逃げてったんですよ。 散々言うだけ言ってた市長がいきなりね、市政を放り投げて、東京都知事選に出ちゃったら、それは市政が大混乱するに決まってるでしょう、ね。これが維新なんです。すべての物事を腐らせる維新ですから。だん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 市政大混乱の結果、秋高田市がどうなったかっていうニュースがね、半年後出てきますから。そしたらその時に市長をやってた石丸の責任っていうのが問われるわけですよね。